だから日本食屋に来ましたよ。いつもの俺の屋台じゃなくて違うとこ。あいや今日はね、なんだっけ、ここね、ここ五郎って言って、まあ五郎さんっていうね日本人の方がやってるんだけど、美味しいね。よくこんなたくさんメニュー作れるよ。でそのどれもが美味しいわけ。ね、焼き鳥があったり寿司があったりね、揚げ物があったり、うわこれはまずいなってさいうものが一つもない。それすごいことだよね。うちじゃ絶対無理。じゃあ俺んちと五郎さんち、ね、五郎さんの店どっちが美味しいかっつったら、正直言って五郎さん本当そうなんだよね。うん、ただうちのいいところはあのね、ラーメンが美味しいね。あとうちの方がちょっと安いけどね。うん、そういう良さがあるね。でもね、ここはここで本当いいとこ、いいお店。チェンマイの中で指折りの日本食ね。俺が飲むときは大体ここか、お昼だったら寿司一番というとこ。うん、やっぱりいいお店は店主がね気さく、うん、かわいいし少しツンケンしてるらしいよ。ちょっと冷たいっていうね。それがなんか日本人のおじちゃんにはなんかこうあるんだろうね。日本人のおじちゃんの心をこう掴むらしいよ。多分それはちゃんとみんなツンケンしてるから、特別優しいやつがいないわけよ。みんな平均的にツンケンしてるから、なんか仕込まれてるんだなっていうのが少し。そんな人ないか、うん、あれは字か、字でツンケンしてんだね。さて何食おうかな。俺はねここのタルタルソースが好きだから、タルタルね、タルタル系。そしてこのメーク230か、99だからね。焼きそばないかな。餃子60、まあ、餃子は大体うちと一緒だよね。うん、日本の居酒屋料理はちょっと高いよ、多分ね。うん、うん、まあそうだな、まあ、なんつっても安いわね。まあ安いというよりもうちはちょっと高いんだな。うちはねここのレベルに達してないからね、料理の味としては。ただラーメンだけが突出してうまいと、うん、よし、じゃあなんか頼んじゃおう。その前に今日の月末だからね。ああよし、まあ、今月もね自分で言うのなんだけど、また低評価が増えちゃうんだけど、6人ぐらいしかいいね押してない中で低評価が押されるってのはなんか違うね、違う快感になってきて嬉しいんだよ、ね、チェンマイの日本人で俺より働いてるやついないんじゃないかな、うん、俺さ日本で働いてるキャラクターじゃないんだよね。俺が仕事してますってことを、ね、口で言ったことないし日本で、うん、でもね実のところめちゃくちゃ働いてるね。何をやってくっても言わないけどめちゃくちゃ働いてる。家族に対してもめちゃくちゃやってるね。これを聞いた人間はおいふざけんじゃねえよって低評価をするんだけど、ね、おい押してこいよこの野郎ってね、気持ちいいじゃねえかって、ね、ランナーズハイみたいになってくるかな今。どもどもはい、これ編集せずにポンと乗っけるよ、うん、はい、ありがとう、うん、待ってるよ。